さん、こんにちは。ティンダーム役は健太です。秋田県能代市の魅力を語ります。スポーツで有名な能代市でございます。能代といえば、はい、やっぱり美味しいグルメでしょう。ローストビーフ丼、あの2つ、道焼き2つにおすすめ。ポークシチュー、あとはまあいろんなタコライスもあるそうです。白神産地で有名な白神鶏、馬肉、あとは能代牛、白神ネギ、あとは白神キャベツ、ミョウガ、アスパラ、ウド、白神産で採れたもの、 B 級グルメ、豚肉軟骨も一緒です。能代といえばやっぱりラーメンが多いですね。はい、通型そばとか、あと揚げそば、あとはまあザラーメンの食卓の、はい、食堂薬ですいません、麺塩の味噌ラーメン、あとは五作の醤油味噌ラーメン、馬肉ラーメンはアケボーヌの食堂、二つ院の食堂もありますしね。はい、あとは地酒も美味しいですね。口の煮の居酒屋竹風ちゃんこ鍋、秋田県北秋田市出身、元竹風の小川親方お墨付きです。はい、あとは生きのいい能代の炙り焼き、季節の地魚も美味しいですね。能代はやっぱりお祭りですよね。秋田、あの天空のあのお祭り、天空の冬屋城ですね、有名なのが。はい、能代はやっぱり港祭りの能代花火、東北唯一の三尺玉、日本最大1万5000発の花火、あとはねぶた流しやその他ものもあります。あと小泉の町、二つにもあります。小泉神社がおすすめです。あとは料亭もいい場所ですからね。はい、料亭も、あとは歴史ある場所、伊坂直美記という伊坂記念館とか、いろんな窯もありますね。はい、あとは秋田県ですね。秋田といえばやっぱり秋田県でしょう。はい、あとは体験、オリジナル木工体験、ゴルフ、漢字記体験、いろいろありますね。あとは能代エナジアムパーク、あとは幸せの幸運の黄色いポスト、能代市役所にあります。あとはバスケ街の能代、能代バスケミュージアム、バスケが有名ですね。シンコパフェ、あとはジャクサ能代ロケット実験場、あとはサイエンスパーク能代子供館、あとは檜山安藤市場館、多方院七倉さん、あとはまあ他にもいろんなものが満載です。能代のお取り寄せ納豆、あとはお酒、みぞれのカップアイス、能代うどん、大煮飴、あとはバスケ、ユニフォーム型スマホスタンド、あとはクラフトビール、キリタンポ、あとはダマコ鍋、あとは鶴形牛です。道焼き二つ井がおすすめですし、練り込むら明賀館の山直もぜひ来てください。能代も伝統いい場所です。ぜひ来てください。バスケの街、秋田県能代市の魅力でした。バイバイ。